未来大変そうね。でもこんなところで踏ん張るのはどうかと思うわ。早くお手洗いに行きなさい。はるか様、勘違いしないで。そういうのじゃないの。出ないのはネット小説のアイディアだよ。新しいキャラクターを登場させたいのに全然思いつかなくって。ここでもインターネットができるんですか？うん、なんか不思議なパワーでネットにはちゃんとつながるよ。ですが元の世界に時間は止まっているはず。未来さんが小説を書いたとしても読む人はいないのでは？それが一人だけいるみたいなんだよね。何回も何回も私のホームページにアクセスしてくる人が、多分あいつだと思うけど。なんで続きを更新してくれないんですか？紫、あんたなんでここにいるのよ。キーボードの F5 ボタンを連打してるのに全然未来さんのネット小説の続きが更新されないから。 F5 ボタン壊れちゃった。やっぱりあんただったのね。私の小説を楽しみにしてくれるのはありがたいんだけど、今ちょっとスランプ気味なのよ。クズの紫に読ませるような小説はアップしねえよってことか。そんなこと言ってないわよ。っていうかそのぬいぐるみ口悪すぎでしょ。私は早く続きが読みたいんです。なんとかしてください。なんとかって言われても困るわよ。アイデアが出てこないんだから仕方ないじゃない。じゃあ私が未来さんの中からひねり出してあげます。アイディアを物理的に。アイディアを物理的にひねり出すって何よ。手を突っ込んで掴んで出します。猟奇的すぎるわよ。未来さん、熱心な読者の方がいてよかったですね。全然良くない。ちょっとみんな何とかしてよ。逃がさないから。
の誇りを舞い掲げます。いざグレンのごとく舞い散れ。これでも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 こ技ありやるでしょう。